門内の様子臨戦寺は、米沢藩上杉氏の菩提寺である、相当州の寺院、直江兼金次の菩提寺でもある、3号は、春日山。江戸時代初期に、上杉氏が、違法先の米沢城下に混流した、米沢氏の臨戦寺と、長尾氏の居城、春日山城の山陸に混流された上越市の臨戦寺がある。上杉氏の本拠地があった、 春日山城の山麓に建立された、臨戦寺を元としている。関ヶ原の戦いの後に、米沢に移った、上杉影勝の実母戦闘員が、現那3年に、臨戦寺14世、万安大越を招兵して、道後の寺を建立された。上杉氏の天保に伴い謙信の以外、上杉氏関係の文書、長方の大半が米沢に移された。臨戦寺もこれに従って移転したとされる。 謙信の意外は、慶長17年に、米沢城本丸内に設けられた堂に安置され、城内に混流された、新言州寺院21か、寺によって守護されたため臨戦寺は、謙信病所ではなくなったが、藩主上杉氏の菩提寺として尊崇された。また、歴代藩主の墓は、病所が別個に造営されたために寺内には、設けられなかったものの、藩主の性質や、 子女の墓が安置されるとともに、上杉主代々の母大寺であったことから、米沢藩内では大きな影響力を持ち、漢文4年には当時米沢藩を構成していた3、軍の総録に任じられた。総録の役割はあくまでも、総統州の所持に対する統制であったが、実際には、藩内のすべての宗派、寺院に対して、統制を加えることが可能であったと言われている。漢英14年。 絶景となっていた、重臣直江氏の菩提寺であった徳勝寺と総禄の地位をめぐって争った結果、徳勝寺は廃絶となり住職は余田に追放された。徳勝寺の地域は臨戦寺に併合され、米沢藩は徳勝寺にあった直江金継夫妻の墓を臨戦寺が管理することと決めた。このため、臨戦寺は建属夫妻の墓を臨戦寺内に改装した。 聖徳元年には、春日や真白跡地にあった春日社を寺内に移して、明神堂を建立している。現在でも庭園は、米沢三名園の一つに数えられている。伽藍は、越後林仙寺の古きに従い、元画五年に、境内整備を完了した。教法十七年の火災により伽藍の大半が消失したが、その後原文五年に再建され現在に至っている。 現在の臨戦時境内には、戦闘員、武田信玄の娘で、継承性質の菊姫をはじめとする、歴代藩主の夫人、菊姫の弟で、上杉氏に仕えた、武田信玄などの上杉氏の子女、縁者や、文家である、米沢神殿藩の歴代藩主、米沢藩重臣の墓がある。また、上杉春の利室およの方の墓も、臨戦時境内に設けられ、 継承側室の墓も、寛永6年4月、米沢極楽寺に移送されるまでは、臨戦寺にあった。山門を入ると正面に本堂があり、300円で宝物館と共に拝観できる。本堂の裏には庭園が広がり、山門から見て、左側には墓地が広がる。右側には、参拝客用の駐車場とみたらしがある。墓地他にも米沢藩市の朝岡市、福島市。 草増しの墓所がある。ありがとうございます。